まあ、実際に埼玉の方に住んでみて思うことは、まあ、スーパーアリーナとか、まあ、大きい収容施設のようなでかいところもあったり、また風情とか、まあ、情緒を、まあ、楽しむようなところ、まあ、小江戸の川越っていうのもあったりするんですけど、一つもう一つ大きいことを言うと、まあ、本当にアクティビティな遊びとか自然と遊ぶことができるところっていうのがたくさんあります。まあ、でもよく言われるのは海はないけど、まあ、でも川はあるっていうことで、まあ、そういったところでこういった車とかをまあ使ってもらって、まあ、遊んでもらえるところには適した場所じゃないかなと思います。なのでぜひ来ていただければと思います。埼玉県によろしくお願いします。まずこちらの車からなんですけど、こちらはランドクルーザー100系の車をベースに、昭和63年から平成元年の後期の60、この革命の形をした車に今リメイクされてます。古い車を、まあ、こういった比較的ちょっと新しい車で乗り心地も改善されて、なおかつまあ誰が乗っても運転しやすいっていうのは、乗って初めて乗られる方とかでもやっぱり楽しいのかなと。あとは見て楽しいっていうのが、まあ、あるんですけど、やっぱり正直古い車からの顔の形なんで、なんだろう、一周回って古くてかっこいいになってるのかもしれないんですけど、おすすめの車両です。なんで昔の60乗ってるお客さんとかは結構よくこの顔とかで、まあ、つまみにしてたっていうお客さんも中にはいたんで、まあ、つまみになるかと思うんで、ぜひご賞味いただければと思います。はい。でこちらのお車も同じくなんですけど、まあ、通常の当店で置いてあるのはアメリカンクラシックって呼ばれる車で、まあ、今回ご紹介させていただいているのがカラーボムっていう車体になります。ちょっと車幅が大きくなった車なんで、運転どうかな、ちょっと心配だなっていうお客様の声もちょっと聞こえてくるようなサイズにはなってくるんですけど、まあ、運転はしやすくて、なおかつこの顔の方もこの一つ前の世代の人気のある車両でリメイクされた車です。まあ、ネオクラシックって言っていいのかどうかなんですけど、2台ともそういった点ではこれからも長く愛嬌を持って、まあ、親しみやすく、まあ、お乗りいただけるのかなと思います。埼玉中央店ですが、まあ、こういった人気のリノカの車両っていうのを多数取り扱ってます。世田谷店にもリノカフラッグシップのお店があるんですが、現車が見られるのは埼玉中央店が今のところ多いのかなと思います。ぜひ、まあ、遠方の方、近くで、まあ、来れないお客様の方でもお問い合わせいただければ、お写真等々、あとちょっと乗った感じで、まあ、ご体験できるような、まあ、商談を心がけてちょっと努めてまいりますので、まあ、むしろ遠方のお客様の方からの、まあ、お問い合わせもお待ちしております。近県のお客様は足を運んでいただけると幸いです。4x4 YouTube チャンネルをご覧の皆様、フレックス広報のアラです。3回目4回目ぐらいの出演になるのかな、ご無沙汰してます。で前回長野か筑波とかって言ってたんですけど、諸事情で埼玉中央になりました。でも埼玉中央も昔からある店で、ちょっと国道から見えづらいので、ぜひ Google マップなどを活用していただきたいなと思うんですけども、何せこのカラーボムとかアメリカンクラシックって言われるこのプラドのリノカモデルが、まあ、さっき出てもらった東海が大好きなのかわからないですけど、ものすごい数あります。なので色だったりシートカバーだったりっていうのを見比べてもらうんだったら、埼玉中央に行くのがベストかなと思うぐらいあるので、この手の車が好きな人は足を運んでもらえればなと思います。でキャラクターも結構昔からボケ担当的な感じでいる男なので、なんかフランクに話してもらえればそれだけの返しがあったりとか、なかなか面白い男です。岡山出身、岡山の離れ小島出身なので、そんな話を聞いてもらうのもいいし、埼玉の、まあ、埼玉も4年ぐらい住んでるので埼玉のことを聞いてもらってもいいしっていう感じで、ぜひ行ってみてください。で次は公約通り筑波か長野か、ちょっと浜松もちょっと気になるところだったりするんで、
またその辺をちょっと行きたいなと思うので、ぜひ次もお楽しみに。ありがとうございました。